たの？寝れたろ？うん、寝れたよ。ケイトは？爆睡。一回も起きなかった。風、普通に強かった。夜の風吹いてたの一回も気づかなかった。ちょっと気づいたこと言っていい？うん。カイロ一番あったかいわ。確かにカイロあったかかった、めっちゃ。しかもまだあったかいからね。うん、あったかい。すごい、カイロというタンプだ、やっぱりすごいの。白金カイロってどうなんだろうね。ん？白金カイロだっけ。あ、なんだっけ。うん、マメタン。あ、マメタンだ。マメタンアンカ。ケン、それモモ引きじゃん。下難しい。おはずじゃん、おはず。下忘れたんだよね、持ってくんだ。これ首曲がらないもん。え？うん、これぐらいしか分からない。肩が痛すぎて病院。いてててて、いて。私が肩もみしたせいでなのか知らんけど、剣が首まで動かなくなった。あ、してててて。そんな押してないよね、でも。言うても3分、4分ぐらいしか。うん、そんな押してない。それだったら1時間とかやったことあるでしょ、マッサージ。あるね。大寒波乗り越えれました。もう今日からは大丈夫でしょ。今日は晴れだもんね。今、視聴者の方からDM 来てたけど、四国も雪ですって書いてた。四国もほぼ降らないのか。うん、あったかいもんね。ほぼ九州みたいな感じ。うん、うん、四国も行きてえな。出ますか、外。ちょっと散歩するか。コーヒー飲みながら散歩したい。めちゃめちゃいいね、それ。素晴らしい。そんなすごいアイディアじゃないよ、ケイ。冬にそんなことしなくね。コーヒー持って雪の中。そんな褒められるの、このアイディアで。これぐらいか。できるのか。できるようになった、このやり方になってから。このやり方になったのは2年前ぐらいでしょ。2年前からできてしょ。苦戦してるでしょ。ひどいね、笑って人が頑張ってるの。すごい歪な形。いや、出てるんじゃん。ガレージ、焚き火ブレンド、モーニングブレンド、パチパチ、永久ブルース。2回目だね。かわいい。行かないと、お店に。行きたい行きたい言って、全然行けてない。ロマンチカル買った時、行けたんじゃない？いや、だってあの日、もう真っ暗だった。そうだね、ちょっと遅かったか。すごい、色違う、全然。こうね。雪気をつけて出てくるよ、多分。あ、出てこない。夜あんま降ってないのか。わお、もう積もってない、テントには。ああ、雲が薄い。そんな寒くないね、今日。昨日とは違う。手袋してなくてもいけるレベルだ。なんかすごい寝たって顔してるね。体調いいな。体調いい。体もすっきりしてる。ケンは寝れてもいないし、首も肩も痛いし、かわいそう。かわいそうに思ってないでしょ。かわいそう、私の肩もみのせい。もう
も片思いしないから許してくれ。どっちがどっちだっけ、もう分かんなくなっちゃった。確かに分かんなくなった。味分かってないだろう絶対。ちょっとこっち酸味あるから剣にあげる。本当だ、酸味ある。剣こっちの方が好きだ。おお、こっちの方が好きだ。そっちやる。いい、こっちの目。濡れてない人やる。今の気温見てみるか。当てる？ん？当てる？マイナス4。マイナス6。そんな寒くないな。マイナス5。そんな寒いか。結構寒いじゃん。ちょっとなんか麻痺してきてます。お腹すいた、うん、無事デイキャン延長の手続きを済ませまして、ちょっと私このデイキャン延長のなんか特別感にすごいハマっちゃったっていうか、この夏もやる。デイキャンさ延長してからさ3時間ぐらいさ、うん、貸し切りになるじゃん大体。はいはいはい。でめっちゃ無音になってさ、いや今もなんだけどさ、今もうほぼ誰もいないじゃんキャンプ場。うん、なんかめっちゃ遠くの方のキツツキの音とか聞こえんだよ。わかる。それがめっちゃいい。でなんかゆっくりご飯食べれるのも良くない、焦らず。気持ちいい。前までさ、うん、冬ってめっちゃ長いと思ってたんだけどさ、うん、キャンプ始めてからさ、うん、あっという間に終わるよね。確かに今1月後半じゃん。めっちゃあっという間だったね。うん、なんか冬キャン行けてない。そうそうそう、感覚足りないぐらい、うん、もっとストーブ使いたかったのにとかさ、うん、なんか私前まで北海道は1年の半分が冬だとか思ってたんだよね。思ってた。長すぎ冬みたいな、うん、うんうん、キャンプ始めてから思考が変わった。マイナス6度全然寒くないな、ケン。余裕。うちらこんなマフラーもしないで帽子もしてないケンなんて。耳しろ耳、うん、せめて耳した方がいい。あんたに言われたくない。やっぱり北海道の人寒さに強いんですねって言われるね、きっと。家の朝ごはん恒例の鴨そばです。ケンがお湯を汲みに行ってる間に野菜を切ります。いいっしょ。すごい綺麗に並べたね。マイキッチン、これほんと買ってよかったね。マジでね、うん、キッチンとか作ってる人見てさ、はいはい、うん、憧れるけどなんか絶対現実的にあんなに物詰めないし無理と思ってたけど、うん、結構この台買うだけでキッチンできちゃった。やっぱみんなが使ってる理由があるんだ。ハンガーラックみたいなのも結構みんな使ってる。火バサミとかフライパンとかなんか引っ掛けてさ、あ黒いアイアンみたいな、あれとかも便利なのかな。しかも車に乗せるって言ってもあれなんか横にスッて入れるだけだもんね。もうそんな気がするよね。場所取らないもんね。これも全然場所取らなかったじゃん。うん、買ってみてもいいかな。吊るす系ね、うん、結構みんなやっぱ吊るしたいっていうのをさインスタとかで見ててさ、うん、なんで吊るしたいんだろうと思ってたんだよ。わかる。え、なんかおしゃれだけど、うん、そのいろんなものを吊るしたいっていう欲望は特になくて、うん、おしゃれだなと思いながら見てて、うん、でもなんか最近あの
買ったじゃん、上にテープみたいなやつ、うん、あれにいろいろツールしてたら楽しくなってきて、うんうんうん、いや便利だよね。で待って、やばい、クーラーボックスに入れてたらさ、鳥ね、めっちゃ凍ってんだけど。本当だ。昨日飲まなかった飲み物とか大丈夫だよね。凍ってないよ。うん、あ、でも親父も凍ってた、ちなみに。親父凍ってた、うん、やば。鴨そばですが、いつものごとく鴨がないので。そう、2軒行ったんだけどね、なかなかないよね。これはなんか結構でも美味しそうな地鶏、うん、最近ハマってるね、包丁入れるの。これだけで全然違うんですよ、やっぱり見た目と塩コショウのやっぱ、うん、染み渡り具合というかね。料理人さんの影響受けすぎでしょ。いや、名前出さない意味あんのそれ。私今日の朝ずっとお弁当のインスタ見てたんだよね。やっぱり料理って欠かせないよね、幸せになるよね。料理って面白いね。うん、こんな感じですね。でも絶対岩塩忘れないようにしないと思わない。久々の登場じゃない、緑のフライパン。ね、最近使ってなかったね、うん、じゃあごま油入れますよ。はい、あー、めちゃめちゃいい香り、ごま油の。うわ、ちょっと凍ってるから、なんか大丈夫かな、うん、跳ねるか。この横でネギもいきます、はい、返すよ。はいよ。うわ、これ一回避けてストーブで温めます。鴨だしつゆ何回買ったかね、一見これ。わお、キーパーお願いします。トカチのそばみたいです。北海道小麦そば粉塩いくよ。ヘイシリー。はい、タイマー4分。やば、これは絶対美味しいぞ。足りるかな、麺なんか少ない感じ。うん、足りなかったら帰り五木コーヒーでパスタ食べて帰るしかない。また、あれ今日なんかソフトクリーム食うとかなんかね、インスタでフォロワーさんからね、三つ星こ、うん、三つ星ソフト、うん、めちゃくちゃ美味しいですよって来てて、なんかまだどこにあるか調べてないんだけど、そこ行きたいなと思ってた。こんな大寒波の日にソフトクリーム。舐めてる。いいんじゃない？いい。うん。じゃあできます。ちょっと県に捨てに行ってもらって。先生、これ料理番組みたいな。15分経ったものがこちらです。わお。見たことないそんな。なんか出てた。めちゃめちゃうまそう。そして極めつけの三つ葉です。豪快ですね。そして極めつけの山椒です。山椒多めでお願いします。はい、はい、完成でーす。名付けて丸ごと地鶏の鴨南蛮。うわー、待って、ほろほろ、ほぼ力入れないで切れる。めっちゃうまそう。普通そんなんで切れないよね。切れない、鶏肉って。だってまな板とかないと切れないでしょ。食べたら、食べたら、食べよう。うわー、しみしみ。うわー、これはやばいぞ。俺らさ、鴨そばかなりやってない、うん、動画内で。それだけ好きなんだよね。うわ、うわ、あ、スープ飲みて。めっちゃ寒い、寒くなってきたよ、外。ありがとう。いただきます。いただきます。いただきます。やばいやばいやばい。鳥、鳥ほろほろ、うまっ。鶏神。え、こんなうまい鶏食べたことないぐらいうまい。うん、めちゃめちゃうまいよ。何これ。麺にめっちゃ味染みてて、めちゃめちゃうまい。
うわ毎回これでいいかも俺マジでこれ本当にナンバーワンだわ。ちなみにさっきの鴨だしはまるちゃんのやつでした。あれまるちゃんのんだ、うん、なんかイオン系に売ってんだよね。うんね、これ見てこれ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 皮がさすげえうまそう。焦げ目ついてる。いやこれ俺食べる。ケンソンでかいの。しかもこれのこの肉が、うん、いくよいくよ。うまそう。ほとんど噛まなくても切れるの。確かになんかフィレ肉みたいな感じになってる。うん。除雪のおじさんに、うん、見られたの。めっちゃ見られた。なんか二、うん、人でそばつついてる。これで帰りに銭湯また入ってサウナ入って帰ったらもう最強じゃない。最高の休日。夏ってサウナどうなんだろうね。やっぱ冬かな。いや外気浴したいから夏いいと思うけど。あ、そのカンカン照りの時間はあれだけど。北海道ってさ本当に暑くて外に出てられないっていう日本当1週間ぐらいしかないからさ、それ以外割と涼しいから。しかももうめっちゃ暑い日でも夕方6時とかになったら涼しいし。うんうんうん。よくさキャンプ場作んないんですかって言われない、うん、もし作るとしたら露天風呂作りたいんじゃない。あれこの間誰だっけ、誰かとさ喋、うん、っててさ、茨城から北海道に遊びに来た人、なんかお二人キャンプ場作ないんですかってそれこそ言われて、うん、ケンがいや作りたいけど、まあ、現実的にそんな広い土地と、まあ、さらには管理と、うん、なんかまあいろいろちょっとなんか山だったら熊対策とかわかんないけど、なんかもう、うん、とにかくいろいろ注意点がありすぎるから、まあ、現実的に厳しいからあまり考えてないですかねって言ってさ、うん、言った後にさケンがさ、うん、でももし作るなら、うん、まず露天風呂をここに置いてそこの横にこういうやつを置いてそれさらに横にはとか言ってなんかいやケンさんめちゃくちゃ具体的なビジョンあるじゃないですかって言われてた。よく言えば露天風呂入って涼む時あるじゃん。椅子に座ってこう涼んでる時に焚き火見たいんだよね。とりあえず焚き火のある露天風呂がいいんでしょ。そうだね、うん、もはやキャンプ場じゃなくて銭湯銭湯の方が作りたかったなっていう説。ケイトはキャンプ場作るとしたらどんな、なんかシマエナガが見れるカフェが併設されてるとか。キャンプ場、うん、シマエナガをおびき寄せるの私が。シマエナガが好きな、うん、ピーナッツと砕いたやつとかを、うん、仕込んどいて、あつららとかもなんかできるようにこう仕込んで、うん、北海道に住んでるシマエナガの生態に詳しい人物みたいな。そうそうそう。さかなクンならぬシマくんみたいな感じで私がなって、シマちゃん、シマさんみたいな、うん、もうケイトさんとかじゃなくて、うん、私がなんかいつの間にかシマさんっていう名前になるみたいな。さかなクン的なね。シマエナガの帽子かぶっていたよね。イッテ Q で出てたそういうおじさん、北海道のさシマエナガの帽子かぶったシマエナガおじさんみたいな。いたいたいた。あれのじゃあ女版みたいな、まだいないからあれになって、シマエナガ見れるカフェあるじゃん千歳に、うん、あんな感じのをキャンプ場の中に作って、結構静かにしなきゃいけないんです。そこ喋っちゃダメじゃん、会話禁止じゃん、うんうんうん、そんな感じでこのエリアからこっちは会話禁止みたいな。なるほど。でも子供とかも入っていいんだけど、子供とかもここからは喋っちゃダメなんだよって言ってみんなって入んの。可愛くない？可愛い。でみんなこうなんか望遠鏡みたいのが備え付けられてて、うん、そこからこう覗いて見たりすんの。いいね、面白いかも。どうする、それをやる頃にはさ、なんかもうシマエナガが北海道からもういなくなってて。いなくならんしょ、温暖化でもっと寒いとこ行くみたいな。そう、2年ぐらい前から計画してるけどシマエナガ不足に陥る。その計画断念。じゃあ違う鳥でいいわ。クマゲラ、クマゲラのおびき寄せ方むずいな。とりあえず鳥をおびき寄せたい。うん、また見られるんじゃないゲームズさんに。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。けど鼻水出てる。
ポータブル電源新しく購入したんだよね、うん、今季の冬の前に冬キャンプのためにちょっともともと使ってたジャクリーの700よりも大きい容量のポータブル電源を購入しました。あれ楽天のセールで買ったんだよね。そうだっけ、うん、で 20% 引きとかそういう感じになってて、あ、そう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 、うん、2、3万円多分お得に買えたんだよね。11万円ぐらいあったのかな。これがエコフローの EF デルタ1500?1260W。 25% オフで買ってたんだ。へえ。すごい。えらいぞ、OK。しかもその楽天のなんか多分マラソンみたいなやつだったから買えば買うほどみたいな、ふるさと納税もやってみたいな、主婦なのかよあんたお買い物マラソン、お買い物マラソン言って、うん、なんで買ったかというと本気の冬キャンプのためなんだけど、ジャクリン700だとねやっぱり2人で電気毛布使ってちょっと厳しかったね。電気毛布2つにカメラの充電とか携帯の充電とか、ほぼねもう翌日には 0% だった。結果だって使わないようにしてたじゃん、頑張って夜まで我慢してとか、うん、でも我慢するのやめようって言って、うん、このジャクリの時はさまだ冬キャンプ何年もやるかとか分かんなかったからさ、うんうんうん、とりあえず700でもと思ったけど、うん、もうずっとやるっしょ多分。そうだね、だから大きい容量のあってもずっと使えるさ、うん、で最近使ってるんだけど今日はねこのEF デルタの方をメインで使ってて朝残り 20% ぐらいだったのかな。で電気毛布も昨日の夕方ぐらいから使い始めてたから、でそれがなくなって今ジャックリ使ってる。昨日寒かったからね、うん、消耗激しかったね。でこの冬キャンプって本当ポータブル電源あるのとないのとでは全然違うね。電気毛布がねかなり快適、あると、ま、夜だけならね、湯たんぽとかで対応できると思う。うんうんうん、それ以外のねちょっと膝掛けとかね、うん、あった方がいいよね。そうだね、カメラの充電がなくなったらもう映像的には剣の命の充電。そうこれ軽くない？1200何本にしては、うん、けども普通に持ったりしてる、うんうん、ちょうどいいのかもね。本当に2000とか今出てるでしょ、まあ、台は小を兼ねるだろうけど、うん、車の大きさとかにもよるしね、うんうんうん、こっちでも十分なんだけどね、うん、うんうん、北海道だからねっていうのも特にあるかも。北海道だとより大は小を兼ねるかも、まあ、さっき 25% オフで買ったって言ったけど、どの時期に買ったら一番安くなるのかっていうのを徹底的に調べて怖いですよ。結果的に14万ぐらいするやつが11万円とかで買えたのよ。全然違うよね。でもそれだけの価値マジであると思う、うん、ある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 、うん。さすがにマイナス8度で撤収1時間半してたらあ、鹿だ、剣、鹿、お尻、お尻、鹿、お尻、鹿やばい、鹿の大群だ、20匹以上いるような感じする。あれどこ行った？ あそこにいっぱいお尻、うん、あ、こっち見てる、こっち見てる。うちらにびっくりして逃げたのか。みんなこっち見てる。全然遠くて映ってないけど、わかるかな、ほら、あっち尻いっぱいあった。かわいいね。やばいわ、マイナス8度のなんか獅子が、うん、指先の感覚がもうない。
結構皮膚が痛いぐらいけどなんかもう乾燥でやばくなってたもんね。足はヘビみたいになってた、鱗みたいになってた。温泉入るじゃん今、悪化すると思うんだよね。私もそう。だからちゃんと塗らないと。いやそれ昨日めっちゃ塗ったのよ。塗ったもん。しかもなんかあのさらっとしたやつじゃなくて結構ベトっとしたやつ。ああ。ってことで温泉に入ってきます。はい。もう夜ご飯はもうここでいいんじゃない。確かに。ここの定食。確かに確かに。ていうか洗面セット俺ここに忘れてたんだ。あ、そうだ。だから取りに行かないと。大寒波でしたけど、なんとか薪ストーブのおかげで室内はポカポカで乗り切りました。多分ここからは暖かくなる一方だと思うので。そうだよね、うん、北海道の一番寒いキャンプになったかなと思います。もう春に向けて切り替える感じで次お座敷じゃなくてむき出しスタイルやってもいいかも。一回それやって、うん、だね。じゃあ片付けるのも楽なんだよ。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。何だお前もなんかレギュラー化してきた